どうも。はい、今回ですけども、まあ、ちょっと久しぶりの動画になるんですけども、新年1月の2日に動画上げたっきりですね、しばらく動画上げてなくてですね、まあ、そろそろ出さないといけないなということで、今日撮ってます。まあ、実はですね、ちょっとある検証しててですね、それにですね、2、3週間、もしかしたら1ヶ月ぐらい、ちょっと日にちかかっちゃうんで、それをやるために、日にちを開けて、まあ、いっかと思ってたんですけども、あまりにもやっぱですね、上がらないとちょっとまずいなということで、今日、ちょっと急遽と動画撮ってます。はい。で、まあ、ネタもなくですね、まあ、年明けから、買ったものとかもあるんで、そちらの方を紹介したいなと思います。はい。まあ、年明けというと、まあ、いろいろ福袋だとか、セール品だとか、っていうのがあると思うんですけども、まあ、福袋は特にまあ自分毎回買わないんで、まあ、いろいろ動画見てると福袋すごい上げてる YouTuber の方、まあ、多いなぁと思って見てたんですけども、まあ、ちょっと福袋大抵、ろくなのが入ってないんで、買わないんですけど、まあ、企画のためにね、買うってのもなんか、お金がもったいないんで、はい、まあ、別に本当に、使うもんだけ買おうかなっていうような形で自分は毎回そうしてるんですけど、はい、ということで、まずですね、今回3点ですね、買ったものなんで、そちらを紹介したいと思います。はい、でまず1点がですね、1点目が、こちらになります。ロンティーですかね、カットソーですかね。まあ、これ以前まあ紹介したんですけど、まあ、星ちゃん TV さんがやってる、オンラインショップで、色違いを買いました。まあ、ちょうどクーポンがあったんで、それで買った感じですかね。まあ、これちょっと後また来て紹介したいと思います。これはメルサインっていうブランドですかね。はい、まあ、色も結構こういう茶色っぽい、ちょっと暗い茶色、チョコレートっていうんだよね、チャコールチョコレートっていう、多分カラーか確かそんなような名前だと思うんですけど、ちょっとなんか本当に独特な茶色、暗い茶色の色でいいなと思って買いました。まずこれが1点と、で2点目ですね、まあ、ちょっと年が新しくなったんで、まあ、ちょっと心機一転ですね。まあ、自分の普段仕事に行ってる時のカバンも変えようかなと思って、カバンもですね、ちょっと新調したんですね。で、いろいろまあ、年末とかになんかいいバッグないかなと思って、まあ、ZOZO タウンやらなんかいろんなサイト見てたんですけど、まあ、なかなかですね、値段だとか、デザインとか手頃なのないかなと思って、まあ、あんまり高いやつはちょっと買えないんで、まあ、それなりの値段で、まあ、良さそうなやつをちょっと1点買ったんで、そちらを紹介したいと思います。で、今回買ったのが、こちらになります。これなんか、ブリーフケースですかね。はい。まあ、いつもトートバッグ使ってたんですけども、トートバッグは、まあ、普段使ったんですけど、まあ、それよりもちょっと違ったバッグにしようかなと思って、こういうような感じのバッグにしました。こういうレザーのですね。はい。で、これが、ブランドが、ペレモルビダっていう、ブランドになるんですけども、ZOZO タウンとかでも扱っててですね、あとはまあいろんな、楽天だとかヤフーとかあるんですけど、で、実店舗もあって、で、たまたま名古屋駅の何階だったか忘れたけど、確か3階ぐらいに、確か2階か3階ぐらいにその実店舗があって見に行ったんですね、実物を。あ、で、見たら結構洒落てるなと思って、あ、これどうだ、このバッグどうなんだろうなと、ネットで調べましたら、YouTube の BR チャンネルっていう、そういう大人の、本当になんかもう大人向けの、そういうファッションチャンネルがあるんですけど、そこに出てる、元編集、あ、今も編集者なのかな、編集者とか、まあ、やってた星葉さんっていう方が、なんか、クリエイティブディレクターやってるみたいで、で、こういうようなバッグですね。結構洒落てるんですよね。で、あの方が、あのすごいかっこいいんで、ああ、やっぱこういうなんかデザインとかもセンスいいなと思って、こんな感じで。金具とかも結構キラキラ光ってて、結構高級見えるんですよね。これで5万7000円ぐらいかな、確か。はい、結構、なかなかですね、洒落てる。メイドインジャパンだし。中も結構かなり、こんな感じ収納結構多いんですよね。まあ、ちょっと詳しくは、一応、商品リンクのしとくんで、また見ていただければと思うんですが、トートバッグだとか、いろんなタイプのやつがあってですね、ちょっと迷ったんですけど、これですね。まあ、ここにネームタグだとか、あとはこれがなんか笛になってるんですよね。なんか洒落てるんですよね、こうやって。まあ、吹かないですけど、笛になってるっていう。はい。これが、ちょっとこれを新調したんですかね。やっぱ
ぱちょっと新規って仕事も頑張らないといけないんで、ちょっとバッグ買ったぐらいですかね。はい、それとあと最後はですね、でまあちょっと去年からミリタリー系の、服にちょっとハマってまして、でまたワイパーさん前紹介したと思うんですけど、まずそこでですね、1点買ったんで、そちらの方も紹介したいと思います。で今回買ったのがこちらになります。こういうなんかなんていうんですか、トレーニングジャケットっていうんですかね、こういうこうよくあのなんかシュプリームとかトラックジャケットとか、まあ、そっち系ののが出てて、あこれ初めこの商品ページ見た時に、あなんかすごい懐かしいようなデザインで、なおかつなんかこれ今着ててもなんか普通に全然かっこよさ、かっこいいなっていう感じがして、見た感じがしてですね、でそれで買ったんですけど、US アーミーのトレーニングジャケットで、しかもこれデッドストックですね、新品ですね。はい、ちょこにタグがついてるんですけど、こういう風にで結構今サイト見るとまあちょこちょこサイズ掛けしててしてるんで、でまあ確かあのライブ、あのワイパーさんのライブ見てたらまたなんかちょっとまたの後日またなんか入なんか再入荷するみたいなことはなんか確か言ってたような気がするんで、サイズない方とかでももしかしたらまた入ってくるかもしれないんですけど、はい、こんな感じですね。ではちょっとこちらも、着用してみたいと思います。はい、ではですね、着用するとこんな感じです。まずこれロンティーですね、でこちらがサイズが L サイズですね、メルサインの L サイズですね。まあ以前もこれなんどういうカラーだったかな、クリーム色っぽいベージュか、ベージュっぽいやつ紹介したんですけど、ここにこういう風にですね、ちょっと洒落た感じになってて、あとはこの腕の部分がこういうパイピングに仕様になってたりですとか、はい、であとはポケットですね。まあ至ってシンプルな感じなんですけど、まあ、これ結構なかなか気に入ってですね、あもう一着買いたいなと思って、ちょうどクーポンがあったんでそれで買ったって感じですかね。はい、でこれがまず1点と、で続いてさっきのトラックジャケットですね。はい、これ商品ページ見たら結構なんかあの薄っぺらいチャッチー感じかなと思ったんですけども、まあ、意外に手に取ってみたら結構しっかりしてますね。はい、こんな感じで、まあ、ただちょっとすごいなんか袋を開けたらナイロンのなんていうんですかね、すごいツーンとする匂いがしたんで、まあ、今ちょっとこれ部屋に袋から出しておいてたら多少は柔らいと思うんですけど、まあこれ昔の服なんでね、まあそういうのもあるかもしれないですけど、そこはちょっと気になったぐらいですかね。はい、でサイズ結構これいろいろサイズ、商品ページ見るとすごい細かいサイズで、あの丈がショート、レギュラー、ロングみたいな感じで違ったりしますし、その辺がちょっとなかなか難しいんですけども、で今余ってるのだともう本当大きいサイズしか今余ってなくて、で今回買ったのはこれ XL なんですね。で XL のショート丈っていうやつですね。で買ってみたんですけど、まあ身幅はまあでかい、全然でかいんで、ショート丈でちょうど良かったぐらいですね。自分の身長体重とかで、はい、結構短いかなと思ったんですけど、全然大丈夫ですね。こう閉じるとはこんな感じ、閉じるとこんな感じですか。はい、まあどことなく懐かしい感じ。やっぱでも XL なんでやっぱ身幅が相当でかいですね。本当はちょっと L が良かったんですけどね、 L がなかったんでね。はい、はい、いやここにね確かベンチレーションがついてるんですよね。ここがチャットですか、チャックがついて、ここにチャックがついてたらこう開けれるようになってますね。ベンチレーションこんな感じでベンチレーションついてるんで、なかなかシャレってるですね。結構単なるトレーニングウェアかなと思ったら、意外に結構機能性はしっかりしてますね。はい、なんでこれからのまあ2月過ぎればまあだんだん暖かくなってくるんで、その春先にいいんじゃないかなと思いますかね。
あとはこういうところがこんな感じで、まあなんか本当にどこか懐かしい、本当なんか昔本当にこういうなんですかね、のが流行ったような懐かしいデザインですね。あ、でこれなんか見た時に、あ、なんかこれ懐かしいなと思ってついつい買ってしまいましたね。値段もだいたい1万円ちょっとなんで、そんな高くなかったんで、まあ一回試しに買ってみるかということで買ってみました。はい、はい、ではこちらで以上となります。はい、ではいかがでしょうか。まあちょっと年始めですね、ちょっとなかなかですね、欲しいものもなく、まあセール品とかでもそこまで、めちゃめちゃ欲しいっていうのもないし、あげるものがないなっていうことでちょっと困ってたんですけども、まああとはちょっと別で、ちょっと1ヶ月ぐらいかかってしまう検証をやってるんで、それでまた、結果が出ればそれを動画に上げようかなと思うんですけど、ただそれもちょっと結果に出ないと出せなくなっちゃうんで、ちょっと どうしようかなと思ってるんですが、まあちょっと今年はマイペースで、まあやっていこうかなと思ってですね、まあ特に頻繁に動画出しても多分おそらく再生数とかも多分伸びないと思いますし、まあやっぱちょっと当たる動画をですね、作らないとね、やっぱいかんなと思って、まあただね、あまりに出さなさすぎるのもちょっときついんで、まあなかなかその辺が難しいんですけど、その辺をちょっとうまく考えて、やっていこうかなと思っております。はい、ということで、またですね、ちょっとちょこちょこ、まあ動画は一応投稿していくかと思いますんで、であとちょっと今検証動画をやってるんで、まあそれちょっとボツったらちょっと出ないかもしれないですけど、まあちゃんと結果が出れば、そちらの方も多分上げる予定なんで、はい、っていう形で、はい、ではこちらで以上となります。はい、ではまたですね、次回の動画でお会いしましょう。ではさよなら。